ばんは。ヤマハですって書いとこ。こんばんは。あ、じゃ変わった？嘘。そうなの？変わってないじゃん。変わってないじゃん。変わってないじゃん。まだでした。変わるのまだって言っとった気がする。よいしょ。スケさん、ホソさん、セリアさん、ヘイちゃん、ターさん、イカくん、おいでます元気さん、マサヒロさん、ひなたさん、ありがとうございます。こんばんは。目薬がどっか行った。まあいいや。こんばんは。新さんだけ変わっとる。新さん自分で変えたんじゃない？目薬、あったあった。こんばんは。なんか目薬さすたんびになんか褒められるではないけど、目薬さすの上手だねってなんか言われる。何事も慣れですよ、慣れ。目薬も毎日さしてりゃもうすんなりできるようになるんだよ。
これ、目薬あの流れてこないやつです。あの喉に流れてくるやつは苦手。あの喉に流れてきて苦いや味がするやつは苦手なんですよね。昔はね苦手やった。さらも苦手っていうか、なんかそんな上手にさせんかったけど、慣れたらさせるようになった。あの眼科とかでもらう目薬は喉に流れてくる苦い感じ。職人技？嘘。って入る。一発百中。入浴中に配信が始まったので急いで出てきました。なんかみんなさ、そうやって言うけどさ、とかさ、なんかあのご飯食べてくって言うけどさ、みんなお風呂入りながらさ配信見たりさ、何かしながら見ることはない？それとも、もうそういう考えがないんですか？話を聞き逃したくない、集中したいか、そういうことなん、そういうことなん。寝ながら見てますよ。ながら見が、ながら見するものかと思った時さ、そんな集中していただかなくてもって思ってしまう。そんな集中して見てもらうほどのものではないと思ってしまう。あなた、うん、今日ね、ずっと頭の中でね、探し求めてた君みたいな人っていうね歌がずっと流れてる。四つ葉のクローバー見つけたみたい、シュッってずっと頭に。ネイルでもしようかな。ネイルでもしようかな。今ならネイルで、ネイルできる。四つ葉のカバー見つけたみたい、シュッ。あ、今何時？44分。探し求めてた君みたいな人。そうだって、今日はもともとねフラワーの予定だったから、それがなくなっちゃったから、ネイルでもしちゃおうかな。と思うぐらい。本当に可愛いフェスティバルをねしやつ、もうしません。期限切れ。サラピドネイル見たことない。嘘。でもまあそうね、普段できんけんあれやけど、山賊に行った時とかしたよ。その山賊、なんか久々の遠出が楽しみでやった。
でカラオケしたくなかったのって、カラオケなんか別に自分の歌っとるところというか、あのソロで歌っとるところを別に聞かせたいっていう気持ちがないだけ聞いてほしいっていう気持ちがないだけ。メールした、これでもなっちゃんに誕生日プレゼントでもらったジルのやつをまだ一回も使ってないけど、やろうかなって思わなくもないけど、ネイルしたらね身動き取れなくなるのが嫌なんですよね。ネイルしたらさ、なんかあの、その乾くまでさ動きを休めないといけないから嫌なんですよそういうネイルできないお仕事があるときはいいじゃんねって思うけど、今日ネイルしたらなあ、完全に乾くにはちょっと時間かかるね。おいでます元気さん、なんかあとそのたもろもろすけさん、つのさん、ばやあさかさん、さやちゃん、のみみずさん、ゆうちゃん、ありがとうございます。テントもありがとうございます。除光液やったら落とすのはね簡単に落とせるけど、今日前髪もちょっと伸びた。皆さんゴールデンウィークは何をしているんですか。ゴールデンウィーク何をしているんですか。なんかこの空飛ぶリオさん、ゆさなこさん、何タワータワーありがとう、ありがとう。ずっと寝てる、もったいないよ。なんでも寝る、寝るのもいいけど、いたたたた。なんかねさ、今日ちょっと久々に歩いたらなんかお尻が痛くて、なんか多分右足つったのか何なのか分からんけど、お尻が痛くてやばいんですよ。痛い、もう今ね歩くだけでね、歩くだけで痛いんです歩くだけで痛いんですよ。なんか多分つったんかな、筋やられてしまって、悲しいんですえ、そうなの。でもこれちょっと色ペンないともったいないな。おいおばあちゃんって、おい、痛い、
か右、お尻が痛いっていうより多分右足がつったんですよ。多分右足がつっててめっちゃ痛いんです。よいしょ。そう、辛いやつ辛いやつ。なんか曲がっとったら、その足が曲がっとったら痛くないけど、あの普通にまっすぐになったらめっちゃ痛くて、別に何もしてない、ただ歩いただけでもまあお風呂入って湿布貼って寝ればまあ治るだろうって感じ。まあ何でもさあね、そういう全部そういう精神なんですよ。怪我してもまあどうにかなるし、片頭痛だけは自分の力でどうもできないけど、熱とかももう出ないって思ってるんですよね。出ないって思ってるし、大体寝れば治ると思ってるんですよそう、インフルエンザとかもならないと思ってた人なので。あ、やばい、ちょっと待って、先にメールを送らんと。そう、ならないと思えばならないみたいな謎の自信があるんですよね。それでここまでやってきた。なんか普段そのか、なんていうか、風邪ひいてとか、そういう風邪ひいて体調不良ですとかならんST 入ってなったことない。あの頭痛ぐらい、片頭痛になるぐらい。メールを送ります。そう、今ね、最近ちゃんと治療してない。そう、片頭痛だけは勝てないんですよ。やばい、膝が痛い。片頭痛以外には勝てる。見るんじゃない。変なの？まあいいやまあいいや。プライベート？家にいるって感じの写真。日差しが、
ったん。もう間違っちゃう。みんなは毎日、毎日というか何をしているのでしょうか。お仕事とお仕事、うん、そう毎日よ毎日、日々。ドライブいいですね。買い物もいいですね。今日暑かった、昼間は暑かった、もう日差しって感じ。もうこれからは日傘がないと焼けちゃうねって感じの感じだった。夏が来るわと思った。ゆさなこさん、ありがとう。ありがとうでした。そうめんとかも季節になるね。ありがとう。小麦色の石田さんを見たい。嫌だな嫌だな、それは。アウトレットいいね、買い物ありがとう。梅雨が来るなんて考えたくない。足が痛い。夏の前に梅雨がやってきます。カエルセントさん、浅香さん、ありがとうございます。テントありがとうございます。でもさ、暑くなる前に着物着れるとこ行きたい。着物着て行くところ、食べ歩きみたいな、そういうとこ行きたい。まあでも広島からやったら、まあ一番近いのは、一番行きやすい、現実味があるのは倉敷、岡山かなって感じ。
みかんちくん、こんがり焼けたサラピオみたい、やだよギャル、ギャル気になる。フォーコさんありがとうございます。ね、浅草とかめっちゃ行きたい。中野さんありがとうございます。浅草は行きたいけどね、浅草行きたい。浅草行って食べ歩きして、もんじゃ行って、もんじゃ行ってじゃない、もんじゃ食べて帰りたい。京都とかも、京都とかも行きたい。京都とかね、中学校の修学旅行から行ってないけん、どれくらいかな、ずっと行ってない、もう7年、7、8年、そんなに行ってない。そう、中学生とかの頃はなんかまだその京都とかの良さを分かってなかったけん、今行ったら分かる多分その頃はなんかその和な感じの良さというものを理解してなかったけど、結構前、京都が、金閣寺行った、あと清水寺も行った、京都、大人の脳になりましたよ中学の頃とかはなんかあのその修学旅行で行くルートをもう分刻みでなんか何時何分の電車に乗る、バスに乗ってここに行ってここに行ってみたいなやつをなんかあの班作った班でさせられるんですよあの計画を、総合の時間みたいなやつでやさやって、でしかもそのバスとかの時間も普通に調べるんじゃなくて、なんか本みたいな、あんなん分からんわみたいな、あの電車の本みたいなやつでこうやって何から何こうみたいな、全然分からんようなやつ。そして大体ね、そんなうまくいくわけないから、あと班長がねバス間違ってね反対方向に行って、で途中で違うこと気づいて降りて集合場所までめっちゃ走った、あの京都のあの四角の街を走った走ったでも京都の人ね優しいですよ、多分そういう修学旅行生とかに慣れとるけんさ、しかも修学旅行生って分かるじゃないですか、そんな制服のさ中学生がおったら、やけんその中学わかるけん、なんかどうしたのみたいな聞いてくれて、
ゆませ元気さん、ほうこさん、みのるさん、けんじさん、テントありがとうございます。そうっていうのもありましたね。おばあちゃんとかが聞いてくれるどうしたのみたいな。そうそうそう、班長はさあちゃんじゃないんだって。さあそういうのやりたくない人ですよ。自分以外の人がやれないなっていう状況になったらやるけど、やりたくないよ別に別にやりたくない派です。ちょっと男子しっかりしなさいよって言ってそうって。言ってない。どんな偏見。言われたいんでしょ。自分が言われたいだけでしょ。言ってそうじゃなくて言われたいだけで。でもあんま覚えてないね、中学の修学旅行。あんまり覚えてないあんまり記憶いない。八つ橋とか買った。八つ橋とか買った。でもさ、普通の八つ橋より生八つ橋の方が好きやった気がする。分からんけど、チョコ味の八つ橋好きやった。でもあの頃は八つ橋もあんまりやったかな。あのシナモンの独特な感じとかを、あのまだ中学生6、7年前でも、まあ、家にお土産として買っては帰るけど、自分でめっちゃ食べたいかって言われたらって感じやった、その頃は。ゆうちゃん、ありがとうございます。八つ橋ってあんま食べる機会ないな。お父さんがそれこそその京都に出張行ったりとか、なんかそういう時に食べるぐらいで、八つ橋食べることないよ、なかなか。シナモンで思い出した、なんか買ったんですよね今日これなんかね、美味しいみたいな聞いてちょっと話題になってたんですよ。シナモンで思い出した、チュロスのお菓子らしい。なんかチュロスのスナック、そうだ買ったんだった。チュロール、まだ食べてないんですけどまあまだ食べてないので、そんな安易におすすめなんて言わないんですけど、買った。まだ食べてないけどね。コンビニです。メーカーおやつカンパニーって書いてある。チュロス食べたい。テーマパークのチュロス、なんか遊園地とか、別にどこでもいいけど、遊園地とかにあるチュロス、なんかチュトリスって書いてあるチュロスか、食べたい。チュロス食べたーい。そう、なんなのコンビ。チュロス食べたーい。確かに映画館に行ったらチュロスあるね。確かに確かに確かに。
飯食べたい。3時どういうこと？3時どういうこと？何？3次？何？チュロスあんまチュロス美味しい。チュロスはね、なんか見つけたら買ってしまうんですよ。あんま売ってないじゃないですか、チュロスって。あのそのチュロスというもの、ドーナツ屋にあるああいうのじゃなくて本当のチュロスはあんまり売ってないけん、売っとったら買ってしまう。ゴールデンウィークはどこも混んでそう。何の話？チュロス、なんかあのチュロドーナツとかじゃなくて、もう普通にチュロス普通にチュロス食べた。あー、なんか業務スーパーにあるって聞くね。確かに、どんな感じなのか分からんけど、業務スーパーになんか冷凍のやつがあるって聞く。チュール？何それ、分からん。チュロスチュロス、サクってやつがいいんですよ。サクってやつが作るで、作らん買うに尽きる。チュロスは買うに尽きる。そう、なんかキッチンカーとか、なんかそういう遊園地とか映画館とかにしかないっていうのもあって、見つけたら絶対買ってしまう。めっちゃチュロス言うやん。だって食べたいんだもんだって食べたいんだもん。セブンのマカロンアイスのフランボワーズ買いました。え、さらがコンビニにはなかったぞ。またどうせそれ関東限定とかさ、どうせ地域限定なんじゃない？広島いつも除外されとるけん。チュロッキーとかでもダメですね。え、でも全国じゃん。5月3日以降。以降やけん、広島にはまだなんかな。食べたい。でも、今日見たときは、その、この、チュロ、これ、買ったときに、行ったコンビニにはなかったな。ほんとだ。フランボワーズマカロンアイス。これはさらば絶対に食べるよ。全国って書いてあるから絶対に食べるよ。5月3日以降順次って書いてあるけど、まだなんだろうね、きっと。中野さん、ありがとうございます。でももう4日なのにもう4日なのに、マックナゲット、あれ美味しかったよ。めっちゃ美味しかった。チーズソースとパラペーニョみたいなやつ。パラペーニョ、パラペーニョみたいなやつ。でもまだあのピエールエルメのマカロンが冷凍庫にある。うわ、ブルーシールのアイスが出とると思ってさ、販売地域みたい、沖縄って。なんやねん、コンビニで売っとるのに。マカロンアイス、マカロンアイス、マカロンアイス定期的に出るよね。でもさ、フランボワーズとかより普通にショコラとかの味が好きなんですよね。ティラミスとか
チョコ系が好きなんですよ、マカロン。でもマカロンやったら何味でも好きやけど、好きなのは好きやけど、チョコとかがいいんですよね。沖縄まで行くしか。知ってるよ、さすがにブルーシールがもともと沖縄だということは。でもさ、そのコンビニに売っとるっていう、そのコンビニのアイス情報に出とったけんさ、沖縄以外にも売っとるものかと思ったら、販売地域沖縄って、なんやねんってなるじゃん。普通やないかいってなった。なんか二重になってる。二重になってる。コメントが2個ずつ、コメントが2個ずつ表示される。なんで、なんで。こんばんは、こんばんは。聞き間違いが、聞き間違いが。こんばんは、こんばんは。治って、途中からまた一個一個になった。ちなみにサラの画面やったらタワーも2個だと。まあ別にいいや。まあ別にいいや。もうちょっとしたらランキング見ます。画質がいまいち、なんか重たいんかな。じゃあショールーム、ショールームが重たいのかもしれないですね、もしかしたら。うわん、バキバキ言ってるラップ音。今日調子悪い？配信者が多いんかな。まあいいや。もうそろそろ終わる時間だし、まあいいや。よし、じゃあ今日はこの辺でランキングを読もうかな。小顔も可愛いって全然怒ってないんだけど。48位、やすやんさん。24位、スカルさん。13位、フォーコさん。12位、のみじさん。11位、よしたさん。10位、あさかさん。9位、やかひろさん。たさん。8位、つのさん。7位、ピヨシさん。6位、おいでますぎんきさん。5位、けんじさん。4位、セリアさん。3位、ゆうちゃん。2位、なかのんさん。1位、ゆさなこさん。ありがとうございました。それでは本日もありがとうございました。インスタね、投稿してるので見てください。それではバイバーイ。なんか全然終わるボタンが出てこない。バイバーイ。カクカク。